トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、腕立てだけで大胸筋はつくのかという話をしたいと思います。というのはですね、こんな記事が上がっていたからです。ジュラシックカップに出たお笑い芸人の畑さん、この方の大胸筋がすごかったというニュースですね。で、見出しにはなんとですね、3日に1度の腕立て伏せだけだと書いてあるんですね。ということで写真見ると半端じゃない大胸筋してるんですよね。で、芸歴は7年、筋トレ歴は5年ですが、大胸筋は腕立て伏せのみで作りましたと書いてます。だからこれは嘘じゃないわけですね、きっと。最初のうちは40回ずつとできる数から増やしていき、現在は1000回行うまでに積み上げていったと。5年前からこの3日に1度こういう形でやってるということなんですね。半端じゃないですね。何セットって書いてないから1セットなのかな。最初でも40回できる時点で結構すごいですよね。どんな幅でやってるかも書いてないですけど、1000回ですからね。現在では45分で1000回を一度も潰れずに行っていますと。すごいですよね。で、これ作ってるんで結論作れるってことなんですね。そう。で、じゃあ何のための解説なんだって話なんですけど、体操選手、機械体操の選手を、思い出してみてください。オリンピックなんかでね、もう肩まん丸の肩まん丸の二頭筋、大胸筋もこの輪郭しっかりしてますよね。最強の自重トレーニングですよ、機械体操は。腕立て伏せなんか造作もないですよ、彼らからすると。まあそういう方々は綺麗な大胸筋、まあそれに限らず肩腕を作ってますよね。ということで作れるんですよ。ただ全員が作れるかどうかは分からないということを知っておいた方がいいです。そしてもう一つ、辛すぎる、これですね。この2点を今日は解説したいと思います。まず、ウエイトを扱う、ウエイトトレーニング、これは、人類の英知ですね。まあミロの子牛ってありますよね。子牛を担いで、スクワットをすると、腰の成長に伴ってスクワットの負荷が上がるというね、前臓抵抗負荷、徐々に重り上げていけば体も強くなるということをもう人間は昔からやってるわけですよね。で、これをね、使わずに自重のトレーニング、要は自重というのは体重変わらないですから、どうやって体を強くしていくかっていうと、基本的には回数を上げるって方向性になるんですよ。でもこれも強くなります、大きくなります。ただ1000回までやるってマジできついですよね。45分間ですからね。そこにたどり着けないという方が、メンタル的にたどり着けないという方がかなり多いわけですね。これ私も無理ですね。なので重りを上げていって10回ぐらいで潰れる重りをかけて3セットぐらいやりましょうと、これが効率いいですねというのが、まあ、現在主流の、筋トレなわけですよね。でも自重トレーニングでこの畑さんとか機械体操選手みたいに作ることができるという可能性もぜひ知っておいていただきたいし、器具がないときにはこういうトレーニングも有効だという、いい情報になりますよね。ということで、誰しもできるものではない。一方、できる人はできる、やるときには、かなりきつい、精神的にきつい状況になる。これ耐えれるかどうか、そして、しかしながら器具がないところでもやれることはあるんだといういい情報になるということを、今回お伝えしたいと思います。で、畑野さんのね、写真見るとね、まあ、腕立て伏せというのは基本的には大胸筋とね、肩の前と上腕三頭筋がメインですけど、体が潰れないようにね、腹直筋とか大腿四頭筋とかで支えるわけですよ。前面の筋肉はまあまあ鍛えられるわけですけど、背面の筋肉は鍛えにくいんですよね。で、最も使わないであろうお尻の筋肉、ハムストリングの筋肉がどうなってるかっていうのを見るとね、バキバキなんですよね。だから、なんか他のことやってんのか、もうそもそも体脂肪が乗らない人で筋肉そこそこついてる人なのかわからないんですけど、畑野さんの体が、全ての人間と同じとはとても思えないぐらいの完成度になっているということだけは付け加えたいと思います。ただね、ほんとすごいですから、この体ウエイトトレーニングやったらどうなるのかなっていう期待や楽しみもあります。まあ、来年は JBBF の大会出るということなんでね、筋トレの方法も変えていくんじゃないかなというふうに思いますけども、この方法でどこまでいけるかっていうのはね、一つ人間の可能性を知るために、
大事ですし、大事、面白いですしね。そして、ウェイトトレーニングできないときに、自重でもここまでできるんだというね、勇気をもらえる情報になると思いますんで、まずはこの3日に1度の1000回の腕立て伏せで、どこまで JBBF で戦えるか見せていただきたいと思います。まあ、こういった情報がね、また新しい研究の種になったりしますし、研究で裏付けることでトレーニングの可能性が広まってくるし、やってみたいと思う人も増えてくるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今回はジュラシックカップに出た畑野さんの大胸筋がなんと3日に1度の腕立て伏せで作ったというニュースから解説してみました。ぜひ参考にしてみてください。私もね、胸のトレーニングたまに自重のやりますよ。腕立て伏せ全然きついですよ。やっぱり大胸筋を使う、同じ大胸筋主導筋だから、ウェイトをかけてるベンチプレスやってるから大丈夫でしょというのはならないです。やっぱこれはこれできついですね。なのでいろんな運動を取り入れるということはね、とても体にとっては大事なことになりますし、新しい体の使い方を知るだけでも面白いですしね。私なんかもね、プッシュアップバーを使って深くやるプッシュアップ大好きですから、また今度動画でも撮ろうかな。そういったものも組み合わせて、いいトレーニングライフを送ってもらえればと思います。ということで今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメントホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC シックスパックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。